今日は県内で新たに43人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。御殿場市内のスポーツスクールで今日までに6人の感染が確認され、県は新たなクラスターが発生したと認定しました。現在この施設に関係するスタッフやスクール生およそ90人の検査を進めています。